今週水曜、神戸市が強い毒を持つヒアリが見つかった神戸港のコンテナ置き場から別の毒アリ、赤紙アリがおよそ100匹見つかったと発表しました。ヒアリは南米原産で、これ中国から来たというふうに言われてます、ね、なんか何でも中国から来て中国の悪者にするじゃない、これ大きな勘違いでですねほうほうほう、中国も大迷惑してて、中国に定着したのもそんなに昔の話じゃなくてですね、はい、2000年代以降らしいですよ。で2003年かなんかに台湾が、2003年か2005年で台湾で見つかって、はい、で今も台湾で見つかってからまあ、10年ぐらい経つんですけども、今も台湾の半分に、もう普通に定住しちゃって生息してる。でも定住すると駆除もしようがない、とにかく恐ろしく繁殖力が強いので、はい、だから台湾でも最初に見つかった時に結構騒ぎになって駆除しようとしたらしいですけども、今も台湾の半分どこに行ってもいるという状況で、今回も日本で、まあ、なんで見つかったかというと、尼崎港に陸揚げされたコンテナっていう大きなコンテナをたまたま開けてみたら、はい、もうそのヒアリがいっぱいいて、で卵を産んでてコロニーができてて、大量に生息してるってことが分かって、ちょっと待てよって、これコンテナ密閉型じゃなくて、一応密閉型コンテナなんだけど、直径5ミリぐらいの空気穴が開いてると。でこの直径5ミリぐらいの空気穴からもしかしたら出たんじゃないのかって言って、尼崎で見つかってからそのコンテナって見てみたら、その前5日ぐらい神戸港にポートアイランドという島のところに留め置かれてるということが分かって、はい、その5日間留め置かれたところを調べに行ったら、その近所数十メートルから数十メートル離れたところから100匹ぐらいが見つかったっていう、そういう経緯で、いろいろ調べてみたら、そのヒアリ以外の赤紙アリっていうのも見つかりましたっていう状況なんですが、これ神戸のその尼崎ポートアイランドだけとは思えないわけですよ。でこの手のコンテナが入ってくる港って日本に120以上ある。そうですね、はい、今一応それぞれの自治体は調べてるんだけど、まあもうはっきり言ってね、無理だと思う、これ止めるのは。これも入ってくることを覚悟した上で対策を講じないといけないっていうのと、はい、それから今回このニュースをいろいろ俺調べた、ほう調べて、はい、改めて、あ、やっぱりなと思ったんですが、アリってアリ蜂の親戚なんだよ。親戚っていうか、はい、同じ昆虫の分類学上蜂とアリってほとんど同じなの。羽が生えてるか生えてないかっていう形もそっくりだろ。確かにね、これ改めてね、新聞の中で見ると、特にこのヒアリの刺すところって、はい、お尻の、まあこれお尻なのかどうかわからないけれども、ね、お尻みたいなところになってるおっぽのところの先から針がビッと出てるわけだよ、これって蜂とそっくりじゃない。そうですね、構造が。だから羽があるかないかだけで、実はアリとハチってそっくりで、で毒は、はい、実はタチが悪いのはですね、ヒアリの毒っていうのは、スズメバチと非常に似てるんだけど、スズメバチよりも複雑でタチ悪いって話なんです。複雑なんです。でなんでヒアリっていうかっていうと、はい、これもともと多分ね、はい、英語のファイアーアントの略なの。はあ、なんとなくヒアリっていうと、まあ、みんなヒアリが発見されてヒアリみたいなダジャレをみんな考えるわけで、まあそうですね、テレビの見出しってスーパーかけるときにヒアリでヒアリと、でこみんなそうするわけだけど、ね、はい、でヒアリが初めて見つかったのに、ヒアリっていう言葉が日本にあるのはおかしいと思わなかった？そうですね。そうでしょ、はい、でまあ、中国から来たっていうから、あ、中国に昔からヒアリで言われてるんだなと思って調べてみたら、そうじゃなくて中国に上陸してるのもごく最近なんです。もともと南米の真ん中辺ぐらいにいたアリ でこれがアメリカ大陸全部に広がって、はい、でアメリカあたりではファイアーアントって言って趣味で飼ってる人が結構いるの。なんで趣味で飼うんですか？アリってコロニー作って、アリの巣作って、これがすごい面白くて、透明なケースで、あのヒアリにコロニー作らせるとすごい綺麗なっていうか見事な造形の大きなコロニーができるんで、ヒアリって大きなアリ塚で、あの自然界でも縦横1メーターぐらいになるような巨大なアリ塚作るっていう。アリ自体は小さいよ、 2.5 ミリから6ミリっていうから、日本でその辺にいるアリさんよりも随分小さいアリなんだけど、これがコロニーでアリの巣暮らすと、まあ、そう、まあ、先ほどのルー大柴さんじゃないけれども、そう、見える水槽みたいなところにこのヒアリ飼って、でそのアリの巣暮らせると、まあ、実に見事なアリの巣ができるっていうんで、アメリカあたりには愛好者が結構いて、これネットで YouTube かなんかで、俺もまだ調べてないんだけど、
絶対にファイアーアントで入れると YouTube でそのアリの愛好家の人が作ってるアリのコロニーとかっていうのが多分出てくると思う、出てくると思う、ね、いいよ飯田君喋ってる最中に自分で調べられても、いやいやいや、ちょっとあなた喋ることに専念しなさいよ本当に。そうやってすぐね逃亡を図るのはよくないよ。でアリがね逃亡するんだよこれが。だからその逃亡するのの、あのこれを抑えるのが結構アリの飼ってる人が大変だって話はあるんですけども、だから元々のファイアーアントな、じゃあなんでファイアーアント、まあ炎のアリ、火アリっていうかというと、刺された瞬間にあの火傷を負ったみたいに激痛が走るって、なんか火で炙られたような激痛が走るから、元々ファイアーアントっていう英語がついて、それを日本語に訳して火アリっていう構図。はー、いやー、これうちあの2歳の子供がいるんですけど、それこそ公園とかでアイシャンアイシャンとか言ってますよ。これだからこれから先できるようになるかもしれないですよね。これは恐ろしいですね。で、あの怖いのはアナフィラキシーショックです。私アナフィラキシーショックがちょっと詳しいんです、はい、なんでアナフィラキシーショック詳しいかというとですね、私アレルギー持ってましてですね、はい、あの蜂でもそうなんだけど、1回刺されて抗体ができて2回目刺されると、はい、抗原抗体反応のきっついやつが出て、アナフィラキシーショックで、まあ、死ぬようなことになる、はい、ありということで、じゃあアナフィラキシーショックがどういうものかっていうのを見るにはですね、はい、私のうろ覚えの記憶で喋らせていただくとですね、これ全く準備せずに今ここで言いますから、うん、もしかすると、間違ってるかもしれませんが、はい、トム・クルーズが主演したミッション・インパッシブルの割と最近のやつです、はい、元々の昔のミッション・インパッシブルじゃなくて、トム・クルーズがやったミッション・インパッシブルかなんかで、うんうん、最後なんか毒かなんか盛られて、あのエピペンというアドレナリンの注射しないと死んじゃうって、はい、あともう注射するまであと時間がどのくらいしかないみたいなギリギリのところで ありましたね、あった、じゃあ、まあ俺の記憶正しいわ。であれがねエピペンって言ってですね、アナフィラキシーショックを起こす、つまり抗原抗体反応のきついやつが出て、何が起きるかというと、人によってまあ症状はいろいろなんですが、まあ、全身じんましんができたり、気道って言って空気の通り道にじんましんみたいなものができて呼吸ができなくなるとか、血圧が急激に低下して死んでしまうとかっていうのがアナフィラキシーショックなんですが、私アレルギーなもんですからこの恐れがあるっていうんで、例の太平洋横断の時に実はありとあらゆる準備して、何が起きるか、それこそ AED まで積んでたの、あの小さな船で、同時に積んでたのがエピペンって言って、あの海上で蜂に刺されてアナフィラキシーになった時に自分で助けないとしょうがないっていうんで、そのアドレナリンの自己注射が、これ医者行くと処方してもらえるのかな多分、でこれを積み込んでって、もしアナフィラキシーになった時にはそれをバーンって打つと、とりあえずは助かる可能性がかなり高くなるっていう、こういうものをちょっと最近ね、あんまり警戒感が薄れてて、一時期あのスズメバチの被害っていうのが大きくクローズアップされた時に、はい、ちょっとやっぱりエピペンっていうのをもっといろんなところに配置して、万が一であれ極端なアレルギー症状が出始めた時打たなきゃいけないねっていう、これヒアリも同じで、これヒアリが日本に上陸して、もうこれでヒアリの被害が出始めたみたいなことになる前に、やっぱりそのエピペンって言って、我々アレルギーの人間はある程度常識で知ってるんだけど、はい、知らないし、学校の先生もそのアドレナリン打つのをためらって、打ったら助かったのに打たずに死んじゃうってケースが結構あるんですよ。そばアレルギーの人とかね、ね、給食で出てとかね、こういうアレルギーに対しての知識を、こういうことをきっかけに私は広げた方がいいと。でヒアリ自体はもうこれ防げないと思うよ。だって俺ね、もう覚えてるの、1995年に夕方のニュースのキャスターやってる時に、また大阪だよこれが、はい、セアカゴケグモってやつがありまして大騒動になったんだよ、で当時俺夕方のニュースキャスターやってる時に、セアカゴケグモってのはこういうもんですって言って、それをスタジオに持ち込んで、結構ビビった、生きてるセアカゴケグモが届いてだ ね、これがセアカ、これ逃げ出したらどうすんだみたいな。だけどそれ以降今どうなってるかというと、いくつかの県を除いてほぼ日本 全土にセアカゴケグモって普通にいる存在になって、だから皆さんもちょっとその辺のドブの底かなんかひっくり返すと、はい、あのお尻のところが赤くなってる小さなクモを見つけるケースが結構あるらしい。で今のところ、まあ、あのセアカゴケグモで日本で死んだ人ってあんまニュースになってないから、そうですね、お言うほどではなかったのかなと思うのか、もしかすると刺されてないだけなのかよくわかりませんけれども、今後この手はもう止められないんでね、地球温暖化進んでくると、もともと南米のあちち、まあもともとヒアリは温帯でも生息できるもんだから、特に、ね、よりこのヒアリっていうのがなんで日本で上陸が危険かというとですね、何でも食うんですよ。
何でも食べる。で日本って基本的に自然が豊かだから、うん、それこそ昆虫から何から節足動物から、小動物からこのヒアリってすごいのは体長が 2.5 ミリから6ミリってちっちゃいのに、うん、それこそねあの牛だって食っちゃうぐらいだから、ほう、で牛を直接殺す力はなくても、アレルギーでアナフィラキシー、牛だってアレルギーで死んじゃうこともありますよ。だから小動物だったら普通に食べちゃうっていう集団で襲いかかって、ピラニアみたいなもんだからね、うん、はい、相当警戒しないとダメです。